今日は4月の21日ですね。21日で今、午前7時です。ここ鎌倉材木座の海岸ですよね。今朝までも相当強風が吹き荒れて、東京では、風速10メートルぐらいまで吹いてましたが、この海岸の状態が、そして今日はワカメとかひじきを打ち上げられた、ワカメ、ひじきを探しに来ました。この海岸に来ました。そしてこの強風に合わせて海藻類がどんどん打ち上がりましたね。最近めったに少なくなってるけど、これは何だろう、これは火事かな。大体年季明けぐらいはひじきのシーズンですから、ひじきはどんどん将来になるので、今あそこでシャーファーもね、会社に出勤するまでにね、シャーファー子供が当たりますね。もう低気圧の東方面で進みますので、こんな感じがあるんですね。海藻類はあんまり打ち上げられないね。これは何だろう、おいおい、これなんのかな。これはフィジックがほとんどない。あそこで一生懸命フラッとしていますね。富士山はここで会うんだけど、ここに隠れて見ませんね。